皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、Get Ready With Meを撮っていきたいと思っております。明日ね、撮影があって髪の毛が伸びてきたので、今日はカラーをしに行ってきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。では、レッツゴー。はい、ということでメイクからいつも通りやっていきたいと思うんですけれども、あ、まずカラコンが今日はですね、ブルームのスモーキーグレイってやつを使ってます。今日はちょっとグレーにしてみました。はい、メイクやっていきましょう。今日もですね、やりたいことがありまして、これもまたインスタのストーリーなんですけど、みんなにとあるアンケートを取ったんですよ。覚えてるかな、みんな。何のアンケートかっていうと、究極の選択っていうやつ、とある質問があって、回答権が2択なんですけど、もうその2択が究極なんですよ。本当に究極の選択で、それを今回やっていきながら Get Ready With Me 撮ろうかなと思ったんですけど、まあ私だけやってもあれだなと思って、もう事前にみんなにアンケートを取ってもらって、私はその結果を見てないので、どっちが多いのかわからないんですけど、私も同じ質問に答えていきながら、でみんなの結果も見ながらみたいな感じでやっていこうかなって思ってます。みんなからな、結構 DM が来たりとかしてて、究極すぎてめちゃくちゃ難しかったですっていう質問私が選んだんですけど、まあ、結構みんな楽しんでもらえたみたいなんですけど、難しかったっていう声が多かったので、私大丈夫かなと思って出かけられるかな、悩みすぎて動画終われないんじゃないかってすごく心配してるんですけど、やっていきたいと思います。じゃあまず1問目、1日3時間しか寝られない、24時間しか寝、ん？1日3時間しか寝られない、24時間寝ないといけない、どっちの体になりたい。これは私は多分みんなと一致すると思うんですよ。そこまでめっちゃ悩むってわけではないと思うんですけど、私は3時間かな。だって1日がそもそも24時間じゃないですか。24時間寝ないといけないってことは何にもできないわけですよ、1日。それはちょっとね、まあ3時間しか寝れないっていうのもちょっときついけど、私3時間なの。どっちだ、みんなの答えは。あ、やっぱ3時間の方が多いですね。でも24時間の方も結構いるんですね。へえ、そうなんだ。あ、で、そう、なんかすごいこれ悩んだんですよ、アンケート取るときに。ただただ結果を見てもみんなの意見とか意見交換したいなって思ったんですけど、さすがにそうするとめちゃくちゃ大変かなと思って、今回アンケートだけにしたんですが、もしなんか意見とかがあったらコメント欄にくださいお待ちしてます。反対側の意見も聞いて、あ、そういう考えなんだっていうのも聞きたいのでお願いします。では第2問目、ででん、お金を好きなだけ使える、時間を好きなだけ使える、どっちがいい。これもね、究極っちゃ究極ですけど、なるほどね。買えるものは何でも買えると。時間はどんぐらいなんでしょうね、これ。なんかすごい細かいディティールまで決めといてほしいな。勝手に家庭でやっちゃうけど、時間はないってことかな。時間なかったら使えないですもんね、お金。時間を好きなだけ使える、やりたいことができる。お金はあるはあるんだよな。でもどっちだろうこれ。うわ、やばい、ほんとめっちゃ悩みそう。私全15問ぐらい用意したんですよ。間に合うかなこれ。いや、でも時間はお金で買えないって言いますからね。時間なんかクイズみたいなんでもね、多数派を当てろみたいになってるけど。いや、でも私は時間かな。ぶっちゃけ嬉しいじゃないですか、お金好きなだけ使えるのも。でもやっぱ時間でいきます、私は。ちょっとこれメイクしてるところじゃないかもしれない。真剣にやりたいやつかも。はい、あ、やっぱりお金ですね。あ、でもこれは結構、違う、お金ですねとか言ったけど、私時間って言いましたもんね。あれ、みんなお金なんだ。え、ちょっと待って、私時間って言いましたよね。時間お金で買えないから時間って言ったよね。お金、あ、そうなんだ。ちょっとこれ聞きたい一人でやるもんじゃないかも。聞きたい。分かりきってたけど難しいなこれ。まあでも私は時間かな、やっぱり。これを見ても、時間好きなだけ使えたら言いたいことやれますからね。お金だってまあ稼ぐこともできるってことですよね、時間があれば。でもなんかそう考えるとやっぱお金、分かんない、分かんなくなってきたもん2問目にしてやばい、どうしよう。まあでもね、何も見ずに決めた選択が私の選択ですから。お金でした、お金でしたね、時間でした。私はでは次、生まれ変わるとしたら男と女どっちに生まれたい。これは私は究極の選択で質問に出なくとも常に思ってます。私は絶対女がいいです。女楽しすぎる
男性にも生まれてみたいなっていうのはちょっと思うんですけど、やっぱメイクファッションが好きなので、男性でもねもちろん楽しめると思うんですけど、やっぱりこの女性の楽しさを知ると、辛いことももちろんありますけどね、生理だったりとか人間関係もめんどくさかったりとかもあるとは思うんですけど、私は女性がいいな。さあみんなの意見はどっち？ででん、あ、女、女が多い、やっぱり。あ、これは同じでしたね。私のフォロワーさんは圧倒的に女性が多いですね。インスタもそうですけど、 YouTube もそうだけど、やっぱみんな女性がいいということでしたね。これもなんかわかる気がする。私のフォロワーさんとか結構女の子楽しいみたいな子が多い気がする。あ、次これ。付き合うなら時間に超ルーズな恋人、お金に超ルーズな恋人、どっち？付き合うならってことですよね。どっちもやだ自分で問題出しときながらどっちもやだ。時間の超ルーズはなんとなくわかるじゃないですか。まあ大体遅刻してくるとかことですよね。マイペースというか。お金に超ルーズっていうのは全く出さないのか、それとも使いまくってしまうのか、どっちなんでしょう。まあでも使いまくって結局お金ないってなっちゃうんですよね。どっちだろう。レベルにもよるかな、これ。そうか、でも超がついてますもんねこの超が怖いな。まあどっちもやだな、想像すると。まあでも時間かな。付き合うならじゃない、付き合う、違う、お金かなもう分かんなくなっちゃった。付き合うならお金かな。お金ならまだどうにかできそうって思いません？例えばまあ私が管理するとか、管理させてもらえるか分かんないですけど、なんか時間ってやっぱ管理難しいじゃないですか。どんだけこの時間に絶対来てねって言ってもルーズだったら多分治らないと思うんですよ。でもお金だったらまだ付き合う段階であれですけど、口座を一緒にしたりとかして現実でも私がもう管理するみたいな、だからまだ改善の余地はありそうなんて、お金にします。みんなどっちなんだろう、気になる。逆だ。付き合うなら時間にルーズな人がいいんだ。ちょっとマジなんでだろう。まあ、でもお金トラブルはねめんどくさいですよね。まあでもさっきの原理で言うと分かる気がする。の1問目、私は時間をお金で買えないっていうのがあるので、だから時間にルーズなのは嫌だって思ってお金にしました。だからなんかまあこれは結果を見たら確かになって感じですね。でもそっか、時間は奪われたくなくないですか。お金はまだなんかその人のあれだからいいけど、時間ってやっぱ私にも結構ダイレクトに影響というか、時間を奪われるっていうわけですよ。だって毎回毎回1時間2時間ぐらい遅れてくるんだったら、集合時間を1時間2時間ぐらい早く伝えて、私はその1時間2時間後に行くっていう手もありますけどね。でもなんか旅行とか行った時とかちょっと嫌だな、時間に超ルーズだと全然起きないみたいな、ちょっとイライラしちゃうかもでもそうなんだ。でも本当にこれ面白い、理由は聞きたいけど。じゃあ次、恋人が浮気しているところを目撃、恋人に浮気現場を見られる、嫌なのはどっち？嫌なのは浮気しているところを目撃するか、自分が浮気したと仮定してしないっていうつもりでもしちゃいしまったという仮定で見られる、嫌なのはどっち？これは絶対見られる方じゃないですか。見られる方が嫌じゃない？自分が見る分にはまだ。うわ、でもな、結婚とかしてたら見るの嫌だな。でもどうなんだろう、これ経験ないかわかんないですけど、もし私見たらどうするんだろう。許すのか、さよならするのか。浮気は治らないって言いますもんね。さよならするかな。逆になんか知らないところで浮気されてて、そのままずっとそれを知らずに生活するっていうのも嫌なんで、絶対見られる方が嫌かも。なんかちょっと難しいけど、みんなどっちだろう。けん、あ、目撃する方が嫌だ。なんか私ずれてんのかなずれてるとかないか、別に。でも結構みんなと違う、やっぱ見る方が嫌なんだ。でもこれは あくまでも自分が浮気を絶対にしないって思っても、あくまでもしてしまった時の場合を考えるとですよ。私が別に浮気をするとかそういう感じで思われるのちょっとあれですけど、見られる方が嫌じゃない？わかんない、どうしたらいいのわかんない不安。これ動画出すまで私めっちゃ不安なんですけど、気になっちゃう。まあでも辛いか、辛いよな、そりゃ。好きで信頼してた人が浮気してるのを見るって。でもそんな人とはもうさよならした方が良くないですか、逆に考えるとって思っちゃう。まあでもとりあえず次行こう。1万円が当たった宝くじと抽選前の宝くじ100枚どっちが欲しい？一旦軽くいきましょう軽くってわけではないけど、一旦ちょっとこういうのを挟んで息抜きしましょう。これ私絶対合うと思う、みんなと。せーの、100枚じゃないですか。でもなんかこれがめっちゃいやらしい話だけど、お金の桁によるかもな。1万円だったらなんか
かまだ自分で稼げそうって思っちゃうから100枚を選びますね。だって100枚ですよ。宝くじって1枚何円なんだろう。でもうん、まあ、1枚欲しいけど、あ、そういえば1万円札なんか変わるらしいですよね。諭吉さんじゃなくて誰になるんでしたっけ、ちょっと忘れちゃった。知らなかったからびっくりしました私急に。やばい、ちょっとほんとメイクもうすぐ終わるのに全然終わってない。話す感じになりそう。ただもし100万円とかだったらちょっとやっぱね、そりゃ100万円欲しいってなっちゃいますけど。どっち、じゃん、あ、やっぱ100枚の方が多いですね。同じだなんかわかんないけどやっぱ同じだと安心するというか、やっぱそうだよねってなりますね。宝くじ買ったことないな。ちっちゃい時に買ったことあるけど、まあ私なんかそもそも宝くじとか絶対当たんないでしょって思っちゃう人なんで、そもそもやろうと思わないかな。でもなんか宝くじとかを開ける瞬間っていうのを見るのはすごく好きはい、では次7問目。未来が読める能力と人の心が読める能力欲しいのはどっち。まあ、でも読めるだから、どうしてもっていう時に読めるっていう考えでいいですか。例えばこう歩いたりとかしてて、パーってその人の未来とかこれから起こりうることが全部バーってなんか入ってくるっていうのを考える場合と、知りたいと思って知れる場合で結構変わってくると思うんですけど、知りたい時に知れる場合でいいですか、答えるの。これは未来がいいかな。人の心読みたいなって思う時もめっちゃあるんですけど、なんか人の心読めていいことってあんまりない気がする。わかんないけど、未来読めるのもちょっと怖いけど、どっちかって言ったら未来かな。人の心を読めたらなんか自分が本当に感情がなくなりそうな気がしません？それに合わせて動いちゃったりとかする気がするから、感情は持っておきたいかもって思うので、未来で。みんなどっちだ？あ、人の心だ。みんな全然みんなと違う。なんでえ、そうなんだ。人の心を読めた方がいいか。本当本当にやっぱ少数派にいると不安になってきますよね。まあ、別に不安になることなんもないんですけどね。1問、注文した料理に髪の毛が入ってた、店員に言う、言わない。これは私は即答できる。言う。髪の毛はちょっと言うかも。まあ、でも言う時も別に、すいません、髪の毛入ってたんですけど、みたいな感じで言うんじゃなくて、すいません、ちょっと髪の毛入ってたんですけど、みたいな、申し訳なそうに言います。さすがに。でもこれは大善にもなると思うし、自分が逆の立場だったとしても言ってほしいって思うから、言う。じゃん。あー、めっちゃ接戦だけど、まあ言う方が多いな。言いましょうっていうのもなんかあれだけど、まあその時の状況とかにもよるかもしれないですけど、ちょっと髪の毛は、さすがに言わせていただきたいかも。じゃあ次行きますか。自分の命日と自分の死に方知りたくないのはどっち。自分で選んどきながら、って感じだけど、いやでもこれは私は、こっちかな。知りたくないのは、知りたくないのは、知りたくないのはというと、知りたいのはの逆なので、死に方を知りたくないですね。命日の方が知りたい。だって死に方が知れたとしても命日が知れなかったらいつ死ぬか分かんないじゃないですか。だからなんか後悔が残ったまま死んでしまう可能性もあるわけですよ。まあ命日が分かっても後悔残っちゃうこともあるかもしれないですけど、リミットって言っちゃいますけど、リミットが分かった方が死に方はどうであれ自分がこう悔いなくそれまでの人生を生きれる気がするので、これは知りたくないのは死に方。みんなどっちだろう。じゃん、命日のが知りたくない。そう、本当に本当に、そうか、そうか。でもこれ私はあんまり迷わなかったかもな。逆に分かってる方が嫌なのかな、いつ死んでしまうのかっていうのが。私と全く逆で、でもなんか私は人間いつかは死んじゃうじゃないですか。やっぱすごい暗い話になってきたな。でもいつか死んじゃうんで、なんかそれが分かっていた方が悔いなく残りの人生生きられる気がするなって思うんだけどな。あ、そうなんだ。これでもちょっと意外だったかも。まあ結構接戦だったけど。はい、じゃあ続いて、給料は安いけど楽しい仕事、給料は高いけどつまらない仕事、どっちの職場で働く。これはどっちにしようかな。でもなんか仕事ってやっぱ楽しい方が絶対いいじゃないですか。でも逆に考えると、どんぐらい仕事が月にあるか分かんないですけど、お金をいっぱい稼いでそのお金で楽しむっていう方法もあるじゃないですか。いやでもこれは楽しい方がいいかな。楽しい方が頑張れる気がする。いくら給料高かったとしても自分が本当にやりがいとかを感じない、つまんなって思う仕事は頑張れない気がするので、これは安くて楽しい方がいい私は。みんなは？
どっち？あー同じだ。安くて楽しい。同じだ。これはでも結構どっちの意見も分かる気がする。じゃあ次、未来にタイムスリップする能力、過去にタイムスリップする能力、どっちがいい？どのぐらいタイムスリップできるのかにもよるな。もし過去にタイムスリップして、でそのタイムスリップでやったことというかが引き継がれるのか、もうそれはそれで終わりなのか、今は何も変わらないのか、考えすぎなのかな。どっちだ。若いからっていうのもあるのかな。おばあちゃんとかになったら絶対過去じゃないですか。今考えると、まあ私未来かな。今はこういう未来だよっていうのを先に見るのもあれかもだけど、でも未来の方が知りたいかな。どっちかっていうと、もう過去は過去じゃないですか。過去を変えるよりも新しい未来を見たいかも。先に深く考えれば考えるほど分かんなくなってくるけど、じゃん、過去だ。本当？過去に帰って失敗したこととかを正したいっていう感じなのかな。本当難しいなこれ。なんか私未来に対しての不安がすごい大きい人で、未来を先に知りたいかも。でもその未来を知って、もしその未来があんまり良くなかった未来だとするじゃないですか。でそれを知って現在に戻ってきて、自分のその生き方次第でその未来が変えられるようになったらなおいいんですけど、それは変えられないのかな。分からん。むずい。じゃあ次、好きな有名人と一夏の恋、理想の相手に出会う夏、どちらを選ぶ？これは私は絶対理想の相手ですね。出会う夏っていうのなんかちょっと書き方なんか怪しいけど。まあそりゃ好きな有名人と一夏の恋もいいけど、もう理想の相手ってなったらやっぱすごくないですか。理想の相手ですよ。だって芸能人は多分ちょっと遠くにいるというか、あーみたいな、憧れるみたいな感じでいてほしい。なんで別にその人と恋をしたいみたいなのはあんまりないかもな。だから私は理想の相手です。どっちだろうみんな。じゃん、理想の相手同じだ。芸能人はやっぱ拝むっていうか、いてくれるだけでね、元気が出る存在なのでって考えました。私はちょっともう準備終わっちゃったけど、あともう3問ぐらいなので一気にやって最後コーデ紹介して終わろうかな。一旦着替えてきます、気分転換に。はい、ということで着替えてきました。次、全く喋らない人、24時間喋り続けてくる人、結婚するならどっち？いや24時間喋りかけてくる人って寝てるんですか、そもそも。っていう話だけど、全く喋らない、こっちから声かけても喋らないのかな。でも永遠に喋り続けてくるとさすがに辛いかも。いや今ちょっとお願いだから集中させてってなりそう。でもこれはなんか応答はしてくれるのかにもよる、喋らない人が。究極すぎるな。喋り続けてくる人、イヤホンとかね、音楽聴いてもトントンされて嫌に喋り続けられるのかな。でもさすがに応答ないのはちょっと心が折れるので、24時間喋り続ける人。あー同じだ、喋り続ける人。やっぱでもそうですよね、さすがにちょっと喋らなくて応答がもしないって考えるとちょっと厳しいので、まあ喋り続けてきて本当に嫌になったらちょっと一回カフェとかで避難もできるっていう風に思って、私はそう思って喋り続ける人にしました。次、ルックスが良くなるかファッションセンスが良くなるか、どっちがいい？いやでもこれはルックスかな、さすがに。だってルックスが良ければ、言い方としてあれですけど、自分の理想のルックスだったら、ファッションセンスがもしなかったとしてもまだ救いの手はある気がする。自分のファッションセンスはなくともマネキンをそのまま買ったりとか誰かに頼んだりとかすればいい話なので、ルックス、これはルックス。おお、もう圧倒的ですね、これはルックスが良くなる、ルックスです。同じ。はい、じゃあ続いてラスト、これ私結構迷うんじゃないかなと思って最後に持ってきたんですよね。私が相手を好き、相手が私を好き、どちらの方がいい？これ多分結構分かれるんじゃないですかって思うんですけど、まあだから要するに恋愛は追うか追われるかってことですよね。経験がないっていうのがどう響くのか分かんないですけど、私は自分が相手のこと好きな方がいいって思っちゃう。どうなんだろう、違うのかな。まあ、なんかやっぱ愛される方が幸せっていうのよく聞くんですよ。やっぱり絶対に自分を好きでいてくれる人の方が幸せだよって。でもなんか言ってるとそう思えてきた、どうしよう。いやでももし極端な話、私を好いてくれって言ったとします、すごい本当に世界一
なんじゃないかってレベルでついてくれたとしてても、もし私がその人のことを何とも思ってなかったりましてやちょっと苦手だなって思っちゃう人だったとすると、私はなんかちょっとうまくやっていけない自信があります。なんか自分の気持ちを多分抑えるっていうか、なんていうの、隠す、ごまかすっていうのかな、が多分得意じゃないから、すごい態度冷たくしてしまったりとか、態度に出やすいので、自分の気持ちに嘘をつくというか、一緒にいたいのかな、これは何だろう、付き合うのかな、分かんないけど、とは思わないかな。だったらまあ自分が好きでいた方がいいかもって思っちゃう。まあ、でも相手にめっちゃ嫌な態度取られるのかな、もう言ってみたいな、もう本当やめてみたいな、分かんない。え、これめっちゃ気になる、みんなどっちだ、ラストどっち、あ少ない、全く逆だ、私を好きに言ってくれる人のがいいんだ、みんな本当ですか。いや本当ですよね。そうなんだ、いやそうなんだ、だからこんだけ出なきゃいけないのかな。納得しましたみんな。でもちょっとなんか自分が気になる、相手が好きでいてくれて一緒にいるのちょっと私は無理かもな、ちょっと無理かも。ベストはやっぱお互い思い合うってことだと思いますけど、どっちかって言ったら自分が好きな方がいいかも。でもし自分が好きで相手が別にだったら、そこで諦めちゃうかも、私だったら。でも諦めきれないってなるのかな、わかんない、もう。でもやっぱ私は自分が好きな人の方がいいかな。そうか。はい、ということで以上15問でした。結構なんかみんなと違うんだって思いましたね、びっくりです。割と少数派というか、が私多かったかな。多分これは一人でやって楽しむっていうよりは、意見交換し合って、多分確かにそうかって思うこともあるだろうし、もしかしたらそれで選択が変わるかもしれないですけど、多分初めての選択が自分の本心だと思うので、こんな感じでした。何の塔かなこれ。なんかまたもし機会があればこういうのとかやってみようかなって思います。 DM 見てるとどれも選ぶの難しかったです。いや難しいですよね。7問目のやつ、人の気持ちなんて知っても変えられないけど自分の未来なら変えられるから、9、4、悩んでる方多いですね。でもこういうの楽しいって言ってくれてる方多い。あ、よかった、みんな楽しんでくれてるみたいで、まあこんな感じでした。私も楽しかったです。じゃあ最後コーディネート紹介したいと思います。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。じゃじゃじゃん。今日はですね、結構もうカジュアルな、ちょっとメンズライクなコーディだと思うんですけれども、まずトップス、これがアベマの新作なんですよ。これめっちゃ可愛くて、フィンガーフォールがついてて、とってもね今っぽいトップスです。形もこれめっちゃ綺麗なんですけど、わかるかな、ミニ丈なんですけど、そんなピチッとした感じじゃないので、お腹もゆとりができてちょっと細く見えたりとか、あと生地もめっちゃ伸びる素材で、アベンマは結構この素材よく使うんですけど、めっちゃ着心地がいいんですよ。なんて言うんだろうな、ちょっとジャージっぽいっていうのかな、普通のスウェットよりもちょっとつるっとした感じの素材で本当に気持ちよくて、でフィンガーホールがあることでなんか腕も長く見えるんですよ。ここまでが腕みたいな感じに見えるから、でもお気に入りトップスです。下はデニムを合わせました。これはねザラで結構前に買ったやつなんですけど、ダメージがね入ってて、そう最近また私ダメージデニムブーム来てるので、これ色味がすごい可愛くて、ヴィンテージっぽいというか感じのデニムで超可愛いんですよね。もうほんと高校生ぐらいから履いてるこのデニム。このハートのパッチもお気に入りです。足元これがねマーチンの14ホールのブーツなんですけど、これもね最近新しくまた買ってしまいまして、私持ってるマーチンが8ホールなんですけど、14ホールも欲しいなと思って、長さがねめっちゃ可愛くて気に入ってます。でこれはチャックがついてるタイプにしたので、脱ぎ履きもめちゃくちゃ楽です。素材も普通の私が持ってるマーチンよりもちょっとマットめというか、より柔らかい感じのレザーで、それも気に入ってます。足元はこんな感じでちょっとブーツインしてボーイッシュな感じにしてみました。でバッグはシャネルのヴィンテージの革のバッグですね。これもね、ほんと使いやすくてめっちゃ気に入ってます。で、結構ね、入るんですよ、中も。ちょっとまだ何も入ってないんですけど。ガバッて開くので、皮が柔らかくて、そこもね、すごく気に入ってるバッグです。このネックレスはちなみに、アベンマーのやつですね。ということで、本日のコーディネート、こんな感じでございます。すっかり秋ですね。
はい、ということでもう出かける時間になったので行ってきたいと思います。本当に皆さんたくさん回答をしてくれて本当にありがとうございます。本当に理由を聞きたいので、よかったらコメント欄に書いていただけたりとかすると嬉しいです。コメント欄いつも見てるので、私はこれ選んだけどこういう子をこういう理由で選びましたみたいな感じで書いていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。